ハッシーです。おはようございます。はい。昨日ですね、ちょっと、体のね、一旦こう、リフレッシュというかね、ためにですね、プラチナ整体というところに、行かせていただきました。まずは、ありがとうございます。このプラチナ整体の井上先生というのは、もう約40年間、この業界で、やってきた方で、コロコロが始まるまでは、全くの、口コミだけで、すごい、目黒の一等地で、ずっと整体をやってた方です。で、この方ね、とに、名前は絶対言わないでくれって言われてるんで、ちょっと、公表できませんが、まあ、そうそうたる芸能人、それから、まあ、政治家、うん、うわ、もう、とにかく、誰もが、名前を言えばすぐわかるような、もう、有名人です。が、とにかく、お忍びで、このプラチナ整体の井上さんの施術を受けてるという、そういう方です。で、金額は、まあ、3コースあるので、どれを選ぶか、まあ、皆さんが決めていただきたいと思いますが、とにかく、歪んだ体を、本当に綺麗に整えてくれるということで、今朝、体がとても楽になりました。で、そのプラチナ整体の先生が、とにかく、これがなんかこう、ちょっと、僕、うまく説明はできないんですが、一応、電磁波カットだとか、まあ、いろいろとこう、浄化、それから、魔除けというかね、そういったことにもすごく効果があって、これがムーという雑誌にも取り上げられたり、それから無理に販売もしないのに、なんか知んないけど、勝手に来た、お客様がどんどん買っていくみたいなね、不思議な現象がある、まあ、これ水晶っていうのかな、うん、そういったものも、グッズとして置いてあったりとかしてます。で、とにかく、もう予約しないと、いきなりポンと言っても、受けられない。うん、そんなような、整体の、ゴッドハンドでした。ゴッドハンド。すごかったです。今、一日経って今朝ですけど、まあ、久しぶりにまたゆっくり寝れましたし、今も爽快に、目がパッと開いて、うん、起きることができました。まずは大変にありがとうございます。はい。じゃあ、今日話したいこと、まず一つ目、言わせてください。それはなんとですね、このところ、たくさんの方から、うん、この一週間で、そうね、20人、うん、ぐらいの方から、やっぱりハッシー、見たま磨きしかないよねって。で、最後は、三次元地球で生きている以上、もう、地に足をつけたことをやんなきゃダメだよね。うん、ね、世の中変わってないんだから、やっぱり、ローンも払わなきゃいけないとかっていう、この経済をちゃんと回さなきゃいけないよね。だから、どんなに知識があったとしても、このグランディング、ね、人間として生まれてしまった以上、この修行の場所です、地球ってところ。その時に、やっぱり御霊を磨く、波動を上げる、波動を上げたら、景色が変わる、うん、引き寄せが変わるっていうこの法則ですね。この原点にやっぱり戻ろうっていうコメント、これがとても大切ですねというコメント、がっさりきました。バサッと、ガッときました。イエイ。で特に、人気 YouTuber の令和デビューさんって皆さんご存知？令和デビューさん。彼は本当にね、私のことを、応援してくれます。うん。よくコメントで、YouTube のその中で、よく僕のことを紹介してくれます。それから、LINE だったり、それからその YouTube のコメントでも、やっぱり見たま磨きだよねっていうことで言ってくださいます。うん。なので、本当にその、この発信しててね、本当にこの一番嬉しい部分です、ここが。ここを言ってくださると本当に嬉しい。うん。で、
僕ね、この先進見た磨きを本気でやろうって言って、たくさんの方がこの2年ぐらいの間に集まってくれました。うん。そして、本気で、この自分の感情と向き合う。自分のご法度と向き合う。これをやってる人が、人生が大きく好転しました。良くなりました。っていう人が、今、たくさんいます。たくさん。うん。そして中には、この、先進見た磨きを本気でやったおかげで、チャネリング能力が数段上がったとか、それから、チャネリングをした時に降りてくるメッセージ性が、とても、その、高次のメッセージを受け取れるようになったということを、何人もの方に言われています。それから、自分の生き方が変わったと言って、自分の今までやってたその仕事を辞めて、そしてこのスピリチュアルな仕事に、意識を向けてそっちの方向に向いた。そして、なんと YouTube も始めたっていうような人も今たくさんいます。たくさん。うん。そういうことで、僕自身もこの先進見た磨きをやることによってすごく波動が上がった、で霊性も上がった、そして霊感も上がった、うん、直感力もすごく研ぎ澄まされてきた。それに、伴ってたくさんの人がどん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 またご縁ができた。そして、たくさんの人が実践したおかげでこういった僕の言ったことが本当でしたというこの実践者が、いい体験ね、うん、本当にやってよかった、人間が変わった、生き方が変わった、そして人生が好転したというコメントをたくさんいただけるようになっているので、正直言ってね、自信があります。とても自信がある。なのでこれを皆さんにぜひやってもらいたい。特にこれから大峠が来る、この前に、大峠が来る前に、みんな、右往左往し始める時に、もう動じない、この自分軸、そして自分の強い信念、うん、そして自分は、分け身玉である。もう何があっても自分は神だから、何があっても動じないんだみたいな、そういうこう骨太ですね、骨太、うん、精神の骨太みたいなのをぜひ養っていただいて、それを自分のものとしてもらいたいなというふうに思ってます。まあ、ちょっと一旦もう8分喋りましたんで、この辺でやめますけれども、とにかく実践して成果が上がってます。出てる。うん。で、それも今もう何十人、ね、下手したらもう100人とかそういう単位になってると思う。もう、数えきれない。うん。大なり小なり。で、昨日もある一人の女性が、本当泣きながらです。泣きながら、今、先進やってます。ね。うん。まあ、ちょっとプライベートなことなので、行き詰まってて、すごく今お試しを受けてる最中の方でしたけれども、でも本当にハッシーの言った通り、もう、今直面してます。直面してるけど、本当にこれを御霊を磨いて、乗り越える、ね、乗り越える、これを今実践中ですってね、なんとか、アドバイスください、応援してくださいっていう、お電話なんかもいただいてます。本当に嬉しい限りです。こういった人が、これから、もう、なんていうかこう、ブワッと、こうたくさんの方が、発信の言った通りだ、ね、間違いなかったって言えるような数の声を、本当に、増やしていこうと思いますんで、どうかよろしくお願いしますぞえい。でも、基本は、ね、うん。嬉しい、楽しい、ありがたいですからね。はい、最後に、ソアカの法則です。掃除、笑い、
感謝。イエーイ。